こんにちは、星座チャンネルリエンと花とアキとカズです。今日はね、めみしめみしめめめめめ、はい、めさん、タイとミャンマーの国境かな。あ、メソ、そうですね。あれはミャンマーじゃない、タイだね。タイですよね。タイめメリアホテル。あ、そうですね。そうなの。あの、めね、あ、めね、めね、あ、そう、はい、あの、めねは、なんか、だいたい日本はわからないですけど、ミャンマーの学校だとだいたい制服は白と緑ですね。うん、なので、なんかこの緑がなんかたくさん来るとなんか色が落ちちゃうでしょ。うん、その時またなんか色が落ちないようになんかちょっと青いやつをなんか染める。おそれで染めると、なんか、ねねを染めたときは、青いになっちゃったんですけど、だん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 白くなる。また、洗ったと、はい。はい。染め替えて使ってるんだ、あれ。はい、そうです。色が、白いやつが、なんか、だん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 、ミルク色になっちゃったりとか、するじゃないですか。それを、なんか、真っ白になるために、そのねねを使うね。ねねって、はい。ねんねってもの自体は何なんだろう、木とか、この粉です。はい、粉です。何の粉、はい、青い粉、多分木とかじゃないですか、木とか。うん、はい、面白いね、いいね、はい、今まで使ってますよ、例えば、はい、ベッドのシーツとかとか、はい、あと病院だとすごく使う。これね、これはね、今の使っているやつ、うん、私たち子供ぐらい使っているのはね、水と似てる青い水ね。これはソースね。これなんだね、はい、これで白くなるんだ。そうです、そうです、はい、いいね、すごい、知らなかった。今ほら、僕のさ、汚い T シャツをさ、白くしたくて。そうそうそう、あれ使ってみてよ。漂白剤的な位置づけなんですかね、かなって思って。日本人的に言うとめっちゃ白くなりそう。あ、入れすぎちゃうとすごく青になっちゃってて、なんかちょっとだけ入れて、だんだんなんかまた洗ったりするとまたなんか白くなる。だんだん白くなる。わ、はい、かる、はい、これどこで買えるの。スーパーとかに売ってる？ちょっと、あ、ないかな。あ、ジャングルはないんだ。あんまりないと、田舎の方は今まであると思います。へー、メーネーって言えばわかるか。あ、はい、メーネーと言ったらわかると思う。はい、じゃあメーネー買うわ。停電した、やっぱり。うち停電したんで、カズさんち Wi-Fi 切れたなと思って。バレてた。次行っちゃおうか。次ね、ミミ、うん、ミ、あ、ミピアで。あ、ちょっと、いや、違う違う違う、電気消えたじゃない。今の状況を説明するわけじゃないから。ミンガラーバーですかね。あ、そっちか。あ、違ったの。私、ミチナか、動画的にはミャンマープラザの紹介したいなと思って。あ、そうね。あ、はい、ミャンマープラザ。そう、はい。ヤンゴンの大きいメリアホテルの隣。いいね、ミャンマープラザね。確かにミャンマーとかね、ミンガラワとか、はい、みんな知ってる。あ、そうですね、はい。ミャンマープラザにしよっか。ミャンマープラザ、はい。じゃあ、はなちゃん大きな声でミャンマープラザって喋って。ミャンマープラザ。ああ。ミャンマープラザね。はい。何がある？うん、食べ物の店も、ちょっと買い物の店も、うん、いっぱいあるです。いっぱいあるですか？高いな。はい。何買うの？花はよく。高いからね。見るだけ。1年とか1回だけです。私時々、クソ、おー、はい、クソとか服とか時々たまにだけ、手の中でお金いっぱいあるの時だけです。たまに。はい、あれ、100円ショップもありますね。あるね、100円もないけどね、
そうですね。2200チャットショップだね。はい。言ったけど100円じゃなかった。200円じゃなかったね。はい。私のためには便利ですよ。いろんななんかペンとか。うん、ああそうだね、はい。ペン売ってるね。はい、中はね、日本の100円ショップとほとんど一緒ですよね、カズさん。そうそう。大体ああいう、うん、なんだろうな、オフィスグッズとか、うん、あと食器とかね。うんそう、あ、日本の100円ショップもそういう風ですか？うん、あんな感じだよ。もっともっといっぱい種類あるけどね。ちょっとお化粧品、今日本の女の子はね、はい、100円ショップで売ってるお化粧品が流行ってるらしいよ。そうなんです。そうですか。なんかインスタグラムとか見てたら100均で全部お化粧しましたとか YouTube でもやってるのかな。今度それ企画にしてもいいですよね。そのままみんなにあげれるし。うん、花にはキュウリあげるからね。パックから始まる。花だけキュウリかわいそうじゃないですか。いじめになっちゃう。ねえ。はい。カズさんがいいキュウリ選んでくれるところから。はい、ちゃんと市場行って見てくるから。電話のお店とかたくさんあってて、便利なのは、SIM カードの大体、事務所があるのが便利です。あ、買えるね。全部揃ってるか、はい、そうですそうです。なんか例えばテリノの事務所とか NBT の事務所とか、うん、全部入ってますので、うん、SIM カードの登録とかなんかすぐできますし、うん、はい、あれが便利です。銀行も全部あそこにあるもんな。はい、あります、ね、はい、あでもめちゃくちゃ混んでるんで、ミャンマープラザの銀行はちょっとやめた方がいい気がする。それめちゃあそこめちゃくちゃ混んでますよね、マジで。アカウント作るときは他の場所をおすすめします。強くおすすめします。綺麗ですけどね、なんかね。はい、みんな同じこと考えてるから。あとそうだね、両替とかもできるから、ミャンマー来てすぐの人は一通り揃っちゃいますよね。そうですね、はい、中で、はい、確かに。まあ困ったらミャンマープラザに行けば何とでもなると。はい、そうですね、はい。じゃあ最後はし、あれしで、しでしで、しでのしで、しで、はい、しでしでと、しめしめ、あ、しめいいかもね、はい。最近使ってないな、シメ。確かに。そうです。お店やってないから。はい。これはどういう意味？シメはお会計。うん、ちょっと会計お願いします。日本のシメに似てるな。似てますね。覚えやすいですよね、めちゃくちゃ。そう、最初にそれ聞いた時に、日本とミャンマー同じなのかって衝撃だったから。あれ、日本語はどこから来ましたの、シメは？シメはね、シメる。締める、ああ、わかりました。締めるという、ああ、はい、締める、締め切りの締めで、ああ、はい、わかりました。じゃあ、はい、お金払うときに締めって言えばいいのね。そうです。本日も動画を見てくれてありがとうございます。面白かったら高評価を、もっと聞きたいなって思ったらチャンネル登録をお願いします。お願いします。それでは、レンド花と、秋と、カズでした。バイバーイ。